エンジョイキャンプ。コーヒー好き必見、本格的なコーヒーギア。外で楽しむコーヒーは格別。冷え込む夜や朝は体を温めるだけでなく、コーヒーの香りに気持ちがほっこりします。インスタントコーヒーでも十分美味しいですが、もっと本格的なコーヒーが飲めたらと思ったことはありませんか？そんなコーヒー好き必見、キャンプギアの本格的アイテムをご紹介。もっと美味しくなるコーヒーの入れ方も教えちゃいます。今回ご紹介するのはこちらの4品。コーヒーの楽しみ方を変えるだけでなく、使いやすさにもこだわっています。まずは持ち運びに便利なこちらの商品。ドリップコーヒーにはドリッパー、紙フィルターが必要ですが、こちらのドリッパーは折りたたみができるので荷物がかさばりません。もちろんドリッパーとしての機能もバッチリです。紙フィルターも意外とかさばる原因、ゴミも必然的に増えてしまいますが、紙フィルターを使わず美味しいコーヒーが入れられるのがこちらの商品。紙フィルターで入れると味わいと香りが影響するコーヒーオイルを吸着してしまいますが、ステンレスフィルターで入れるとコーヒーオイルも抽出され、風味が良くコクのあるコーヒーが楽しめます。カバンの隙間にさっと収納できるコンパクトなステンレスフィルターもあります。コーヒー豆を挽くところからこだわりたい方にはハンディーコーヒーミル。セラミック製の刃でコーヒー本来の風味を損なわずに挽くことができ、豆を挽く粗さも調整できます。粗めに挽いたコーヒーは抽出が早くなるためすっきりとした味わいになり、細かく挽くと抽出が遅くなるため濃く苦味のあるコーヒーになるんだとか。いろんなコーヒーギアをご紹介しましたが、ここでもっと美味しくなるコーヒーの入れ方をご紹介。抽出する時の最適な温度は95度。これは沸騰したお湯を止めて気泡がなくなった時の温度。はじめに少量のお湯を注ぎ20秒蒸らします。2回目にお湯を注ぐときはドリッパーの中心、500円玉の範囲にだけ回しながら注ぎます。液面が下がってきたらお湯を継ぎ出す。これを 2,3 回繰り返します。このひと手間で豆の風味が最大限に味わえますよ。ぜひお試しを。今回ご紹介したギアは外でもお家でも楽しめます。ぜひ店頭でチェックしてみてください。